ました。鈴木さん、前田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。伝説のラジオ番組関東大丈夫か。いや、本当マジ気持ち悪いんです。関東都市広報が図書特集広報隊となって帰ってきてくれて本当に嬉しいです。はい、特集ってとってもいい響きですね。うん、前野さん。はい。ん？何？なんで私なの？ということで、お二人ともこんなものを好きなんて俺って特殊かもと自分で思う特殊な趣味は何かありますか？特殊な趣味？特殊な。あ、趣味特殊か。特殊な趣味ね。別に特殊ねえな別に。あ、そう？大体俺普通だな。特殊ってなんだろう。なんだろうな。特殊。あ、俺ね、アメコミとかのフィギュア、うん、ああいうのが大好きで、うん、結構買ってたりするんですけど、デザインフィギュアとかを買ってるのは特殊だなと思う。うん、ああ、なるほど。一回それを思いっきり熱弁して、うん、イリのミュウに話したら、うん、あ、すごいっすねって言われた。あんまり理解してくれなかった。関心ゼロだこいつと思って、ね、俺がダース・ベイダーの胸像のこう魅力を十二分に語っていたのに、うん、まるで響かなかったね。そういうのはあったりする。あとはあれかな、もうずっと言ってるけど、オーディオとか好きだからさ。ああ、なるほど。もうね、ほんとね、ヨドバシカメラとかビッグカメラとか行くとね、ほんと5時間ぐらいいるよ俺。いいね、分かる。でも電気屋さん楽しいよね。楽しい、うん、あとね、オーディオコーナー行くとまず単品のコンポのああいうところから見始めて、で最近の 4,5 万円台のこうコンポの音ってどんぐらいで出てるのかなとか、自分で結構 CD 持ってったりとかするからさ、うん、そう、そういう CD を聞いて、あれだよ、音楽やってるから余計に音にこだわりがあるんだよね。意外とね、そういうの好きなんだよね、うんうんうん、聞いたりする。分かる分かる。でそこから中ぐらい あのコーナーに行って10万円台とかね、うんうんうん、またコンポコーナーに行って、ね、それでネットワーク、最近ネットワークオーディオっていうのがすごく発達してて、ね、そうなんだ。デジタルなんだけど、要するに、うんうんうん、例えばさ、タブレットとかでさ音楽聴いてたりするじゃん、うんうんうん、でそういう、 こう MP3 プレイヤーとか聴いてたやつを同期させておいて、最初から記憶させておくんですよ、うんうんうん、そのもう同期できてますよみたいな、うんうんうん、そして帰り際とかはよくイヤホンとかで聴いてきちゃう、うんうんうん、で帰ってその曲の続き聴きたいなと、例えばベースボールビア聴いてたよと、うんうんうん、チェンジス聴いてたよってなってたら、家帰った時に、あ、じゃあこれ続きでをこう部屋のもので聴こうとしたら、普通は CD 入れたりとか、それを挿したりとかしないといけないんだけど、今ってそれをこうやってかざしてあげて、リンクしましたっていうボタンをペッてやってあげると、それが途中からもうスピーカーから流れてくる。へえ、頭いいな。すごいのよ、いろんな技術が発達してる。すごいな。しかもやたら音がいいだろうね。めちゃくちゃいい。もうね、ちょっと俺がちょうど聞いた時はマランツのやつと、マランツのアンプとネットワークのアンプと、うんうん、あと B&W ってところのね、うんうんうん、やつ。まあこの話はどうでもいいか。まあもういいか、そうね、君の趣味の話。そうだね、もう誰でもだんだんどうでもいい感じの空気が流れてくる。特殊な趣味。そうだね、特殊な、もうここまで話したからお前特殊な趣味出てきたろ。僕はよく独り言を家で言うのが趣味かな。次行こう。なんでだよ、独り言言わない。いや、言わないかな。どういうことに。あ、めんどくせえとか。めんどくせえとかねえ、うん、こういう風にかわいそうな子なんですよ前の。皆さん疲れた思い出し始めた。やめろよ、残念な子なんだよ。どういうキャラ位置なんだ俺は。この子残念な子なんだよ。そんなことない、俺は道場教官だ。みんな、あの舞台挨拶の時とかは、あの生温かい目で見てあげて。いや、なんで生温かい目で見てくる。ああ、あの人って独り言言ってる人だ。痛い人なんだ。痛い人だ、やべえっつって。痛い30歳だ、うん、痛30だっつって。やめろ。痛みそじ。やめろやめろ。さあ、ラジオネーム